どうも、ケッチャンネルでございます。今日はね、ツワイスレンズで中野を撮る、そんなね、写真展をちょっと健康時なさんでやらせていただいておりますので、まあそちらの写真ね、解説していこうかな、そんな風に思っております。で、健康時なギャラリーで開催中の写真展、私とね、馬場さんという方で2人でね、やっています。で、馬場さんはね、実は中野在住だっていうことで、かなりこの、まあ、これツワイスレンズをね、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、宣伝するための、まあ、企画展みたいになっておりまして、扱いが今、健康時なさんやられてるんですけど、まあ、担当者の方から、僕、本をね、中野の本を2冊ぐらい作ってます。中野と中野2っていうのをね、2冊ぐらい作ってて、まあ、それもツワイスで撮ってたんですけど、まあ、そんなのもあって、佐々木さん結構中野でツワイス使ってるでしょ。じゃあ、ちょっと写真展一緒に馬場さんという方とね、やるんでやりましょうよ。で、向こうは中野住んでますからね、もう最初からプレッシャーですよ。最初からプレッシャー、まあいいか、そういうプレッシャーには結構強いので、まあいいかということで、まあ3月27日までやっております。11時から19時までやっております。でちょっとね、材料している時としてない時とあったりするので申し訳ないんですが、まあそんなこともあって、ちょっと私の分だけですけどね、写真解説していこうかな。で、私は全部モノクロで撮りました。で、馬場さんの方は、基本的にカラーも入ってるかな、カラーも入っていて、で、まああともう一つね、ちょっとあったりするんですけど、まあその辺は会場でね、見ていただくのがいいかなと思っております。まず最初に使ったのはこの12mm、前もね紹介しましたけど、もうこのフードとか可愛いでしょ、可愛いでしょ。で、この 12mm は前も紹介しました、プログラムオートの状態にして使うようにしています。絞りもうね、動かさない、自分では動かさないという感じですね。で、まあカメラは今回はE3 使ったのかな、これは E3 をね使いました。やっぱり前もちょっと紹介しましたけど、この E3 のね、横から覗くっていうタイプが非常にね、こう動きが良くなるような気がする。僕が撮影してる時の動きが良くなると、エッジはみたいにこう真ん中で見るタイプもね、いいんですけど、この横で見るタイプっていうのはなかなかね、捨てがたいものがありますから、富士山でももう今はちょっとディスコにねなってたりするんですけど、E4も多分もうディスコンなんですけど、僕意外とこのツワイスみたいな小型のちょっと小さめの単焦点レンズで使うんだったら、このタイプおすすめですね。で、今回何を撮ったかっていうと、この二股道の街というのを新しいテーマにして、まあ結構プレッシャーかけられましたら負けられないっていうのもあって、何撮ろうかな。で、 12mm っていうののいいところは、こう広い、かなり広いですね。超広角になるんですけど、歪みが全くない、画面の隅々まで綺麗にいくんですね。で、線もすごくまっすぐで、かなり描写も深いところまで出てくれるので、描写もすごくいいんですね。ですから、こう広く撮って、まあこういうふうに二股になってますから、空が入ってきます、影の部分が入ってきます、露出の差激しかったりしますね。そういうところもしっかりね、捉えてくれるのがこの 12mm のいいところなので、まあ中野歩いてる、実はこの二股になってる道がね結構多いんですよ。それを、歩いて探して撮ったっていう感じになって、はい、こんな感じでね、こういうふうな、まあ、ポイントになるのはやっぱり、ね、二股だけで撮って寂しいので、ちょっと人が入ったりするのがいいかなっていうふうな感じで、それをちょっと意識したりねしました。で、やはりね、今回はレンズの魅力を知っていただくっていうところもあるので、晴れてる日だけじゃない、晴れてる日の方がやっぱりモノクロって力強さも出るし、空も綺麗じゃないですか。だからこういうふうに曇天だと空が白く抜けちゃうので、まあ、広く撮ってそこから力抜けていくような感じ、写真の力はね抜けていくような感じになって、まあ避けるんですよね、僕避けるんですけど、でもまあ逆に言うと、曇りでもこれだけね繊細な感じ、綺麗な感じ、物を分離する感じ、強さ持ってますよね。光の強さだけじゃなくて、そのレンズのしっかりした力っていうのはね、見ていただけるので、まあ、あえて曇天もいいかなっていうふうに思います。で、建物ばっかりじゃなくて、こういうちょっとマニアックな場所もね、マニアックな場所も撮っていても、まあこういうところでも、こういう、ちょっと離れて、やっぱりこのぐらいのね、これで大体、自転車までは3メートルちょっとあるかな、5メートル弱あると思うんですけど、そのくらいの距離ってやっぱりピント、甘くなりやすいんですよね。甘くなりやすいので、まあそういうところも見ていただけるかなと思って、こういうふうな感じにしました。で、最後、まあこういうふうな感じで、かなりね、二股になってるところが多くて、最初行った時はすぐ見つかって、二股行ったらまた二股みたいなのが仲間のには多いですから、ぜひね、そんなところも。で、最後ね、ちょっと地図を見ながら、二股、この辺に多いなっていうのを狙いをつけてね、歩いたりしましたけど、そんな見方でまた中野の街歩いていただくのも、特にね、広いレンズ使われてる時はね、いいかな、そんなことを思っております。
次使ったのはこの32ミリになります。でまあこうやって一眼レフタイプですね、しっかり覗くっていうのはまあ定番かもしれない、定番かもしれないですね。でまあこのレンズの魅力といえばやっぱり開放絞りが F1.8 っていうのもありますけど、ありますけどこのボケよね、ボケ。やっぱり一番まあ当然絞りが開くからボケが柔らかいっていうのもあるんですけど、やっぱりそこを意識した作り方をねされてるんですね。このツイートっていうのを僕はまあ今回使ったツイートのいいところは、動画には向かないらしいです。なんかソニー用だと絞りの音も結構しちゃったりとか、レンズのね動作音しちゃったりとかっていうことあるそうです。まあそうですよね、10年前にできたシリーズですから、その当時はまだやっぱりあんまりこうミラーレスのね一眼で動画を撮るっていうことはその主流ではなかったですから、そこまで意識をされてないレンズの作り方、その分写真として写真用のレンズとして作られてますから、非常にね焦点距離ごとの個性があるんですよ。そこが僕はねすごく面白くて好きなんですよね。で特にこの 32mm っていうのは標準域になってますから、絞りも開くし、このボケがすごく柔らかい、でもピントの合ってるところは非常に繊細ね、この繊細に分離してるっていうところが、まあ、ツワイスのいいところですね。深み、さっき 12mm で、まあ喋ってなかったかもしれない深みっていうのも非常にいいんですけど、この繊細さっていうのもやっぱりねツワイスレンズでは外せない部分じゃないでしょうかね。でレンズの魅力といえばこういうねコントラストの強い状態、かなり晴れてる日だったんですね。これコントラストが強い、壁が白いですから、コントラストで自転車の影がねあるだけなんですけど、コントラストかなり強い状態ですよ。あの軌道差がね強い状態になってますけど、でそれで撮ってもちゃんとディティールは再現してくる。まあ多少補正のねコントロールもしてますけど、絞り開放ですからね、こういうディティール出す場合ってやっぱりちょっと絞ってあげた方がレンズにとっては優しいわけです。優しいんですけど、まあ、ツワイスの力を持ってすれば、絞り解放でもこういうディティールはちゃんと残してくれるっていう風な感じになってますね。で、こんな感じ、やっぱり中野といえばこの怪しい感じですよね。怪しい感じがいい。で、この日はちょっと曇ってた。曇ってるから光がしっとりする、しっとりするから、まあ、よりね、怪しさも倍増するんじゃないですか。それでも黒の締まりはちゃんと締まってくる。暗部のところはちゃんと締まってくる。深く締まるというよりね、深みがあるって言った方が、まあ、ツワイスには合ってるのかなというふうな感じに思います。で、隣の東中野行くと、この下町の商店街みたいな感じで、ね、少しのんびりした感じ、八百屋さんなんかもあったりね、するんですよね。まあ、こういうところもね、中野ってやっぱり中野、JR 中野駅だけじゃなくてね、東中野の方に行ってみたりとか、新井薬師公園の方に行ってみたり、まあ、それぞれの魅力ね、楽しんでいただけるといいかなと思います。で、最後はね、最近やっと取り壊しの期日が決まったという噂もある。サンプラザ中野と、まあ、飛行機ね通りますよね、飛行機通りますから、この日も曇天だったんですよね。曇天でこの距離で撮るのにわざわざ開放で撮る、絞り開放で撮る、それは必要ないだろう、ちょっと絞った方がいいわけですよ。でも開放にしてるから、若干ね開放にするとやっぱりやはり周辺ちょっと落ちるんですね。周辺落ちる、周辺がクッと落ちることによって画面が締まった感じになるし、ちょっと立体的な感じね、感じやすくなるんじゃないかな。そんな風な使い方ね、していただいても良いと思います。で、最後に出てくるのはこのマクロレンズですよ。マクロレンズ。絞り、開放絞りは F2.8 で、等倍までいくのかな。等倍までっていうことは、まあ、まあ、等倍って、まあ、ね、なんて説明すればいいかわからないですけど、昔フィルムの頃に 35mm のフィルムサイズで、まあ、その、例えば500円玉取りましたって、500円玉のサイズが、あの 35mm フィルムにいっぱいいっぱいまで映りますよっていうのが等倍って言われたんですね。言われたんですけど、まあ要するに寄れますよっていうことで解釈していただける、かなり寄れますよっていうことで解釈、ちょっと細身な感じですけど、まあ、これも一番つけてみようかな、ね、ポイントになるのは、まあこういう写真を撮ってきて、まあこれもさっきのね影が強くちょっと出るようなね条件だったんですけど、こう傘が4本並んでるだけで、なんでここだけ切り取る、マクロでもないしね、これマクロ域っていうよりはちょっと中望遠レンズみたいな感じで使ったんですけど、このレンズが一番やっぱりマクロレンズということもあって、シャープね、シャープさを感じるレンズではありますね。非常にシャープな雰囲気をね感じるレンズはありますので、まあそんなところ出やすいかなっていうふうに持って撮りました。で、あの、まあ、前からも何回も言ってますけど、佐々木啓太はマクロ苦手ですから、どっちかっていうと中望遠レンズで使いたいなっていうふうに思うわけです。思う。じゃあそうしたら気になるのはやっぱりボケですよね。やっぱりぼかしたい部分、街の中でこうボケって出てくると、その自分の狙ったものの立体、あの目立ちやすくなるので使いたいじゃない。でもまあボケもこれぐらいね、この鳩にはポッていたんですけど、僕もこれぐらいでいい感じ、程よくね優しくなる感じ、背景がね優しくなる感じでいいんじゃないでしょうか。
でまあまあマクロレンズとして使うとこんな感じに寄った感じで使うと、まあ、かなりボケはね強く出てきます。強く、まあそれでも 2.8 ぐらいなので、まあ、マクロ域で寄ったらかなりね絞り開いちゃう、開いてる方かなっていうふうなことを思ったりもいたします。でまあちょっとねちょっと離れたところにねこれもうガラス越しに撮ったんですね。ガラス越しで、ね、どんな何かっていうと中古屋さんだった、中古のセカンドって言った方がいいの今、中古のね商品を扱っているような店で結構こう古い感じのねものを扱っていて、それをまあ窓越しにあるのを撮って、まあレコード盤っていうのもすごく懐かしいですよね。懐かしい感じですよね。でまあカメラモノクロっていうのもちょっと懐かしい感じですけど、このタイムレスになるんですよね。モノクロ写真って時間をね全て超えてくれる、そんな風なことを考えて僕は使っています。ですからこう、ま、中野みたいなねその中野の街もちょっとね昭和風情が非常に色濃く残ってるタイムレスな街なので、そんなところをね撮っていただくのでもねモノクロって合ってるんじゃないかな、そんな風に考えています。で新井薬師公園でこうただね水草が枯れてこう水に浸かってるだけなんですよ。それだけでもモノクロの光と影にするとなぜかそこが美しく、これがモノクロ写真の不思議なんですね。ですから撮るときに目で見てるとこれ綺麗じゃないよねって、で水もそんなにすごい綺麗なわけじゃないんですよって思うのは、白と黒だけのになるそこに光がちょっと入ってくる感じになるって思ったときにすごく美しい。まあミラーレスの場合ね、そのままモノクロの設定にしてはモノクロの状態でファインダー覗いたときに見えますから、そのところもねいいんじゃないかなと思っております。それではまとめになります。スワイスレンズの魅力ってやっぱりこの繊細さとね深みなんですよね。まあ深みが一番僕は好きです。ですからモノクロやっていただくと、特にモノクロで深みのあるレンズを使っていただくとモノクロってすごくかっこよくなります。かっこよくなりやすいですから、まあ慣れてないモノクロどうしようかな初めてだなっていう場合はまずスワイスレンズから始めてみるっていうのはね一つすごいおすすめなんですよ。おすすめなんです。でそれをプリントで見ていただき、やっぱりプリントで見ていただきたいので、あとはですね中野の会場、健康ときなさんの会場行っていただいて写真ねじっくり見ていただいていろんなものを感じてねいただけると嬉しいかなと思っております。では今日はねこの辺で終わりにしたいと思います。高評価とねチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた皆様とお会いいたしましょう。